情報レンジャーの活動を行っている助け合いジャパンの代表理事野田裕樹さんです。野田さんどうぞ。野田さんは震災直後から助け合いジャパンのホームページを立ち上げられて、いろいろな支援活動をされてきたなと思います、はい、情報レンジャーという活動を始めたというのはなぜなんですか？助け合いジャパン自体がですね、3月11日の震災を経て、東京の、IT 企業、それから広告系とかソーシャルメディアに詳しい方がですね、集まって情報を発信しましょうと。で、一つには、水や電気、ガスと同じで、情報もライフラインだろうということで、現地の情報をとにかく発信しようというプロジェクトをやっておりました。2011年の8月ぐらいから、現地から情報がなかなか取れなくなったんです。そういうことでですね、取れないのであれば東京から行って情報を取りに行きましょうという形で、車を出してですね、岩手、宮城、福島と回って始めたところ、宮城県さんがぜひ一緒にやりましょうと言っていただきまして、県の委託を受けて今情報配信を進めております。これはやはりその情報をこう取りに行くっていうようなところっていうのが、その今被災地の人数としても重要だっていうところがあったと。そうですね、2011年の8月ぐらい、9月ぐらいですね、仮設住宅ができ始めてニーズが見えづらくなってきて、なのですごい小さいニーズなんですけれども、現地ってすごい重要なんですね。で、インターネットであれば細かい情報を出せますので、例えばマスメディアではなかなか報道できないような小さい情報でもソーシャルメディアを使って小さく、でそれを動画で発信するということで、いろんな方に見ていただくというのを、やっています。はい、それではここからは先ほど挙げていただいた課題にどのように Facebook を活用して解決していくのか、それを実際にやっていただきます。ではお願いします。画面であれば元に戻す、一番いいのはですね、身近に教えてくれる人を探して一緒にやることが、みんなに伝えられる方法だと思うんですが、あとはですね、どうしても自分は難しいという方は、例えば三浦さんのようなですね、自分の代わりに情報をこうネットに載せてくれる人に電話をして、こういうことを載せてほしいというのでも理解すると思うんですね。一つ軌道に乗ると、あ、こういうやり方でいいんだなということで、あとはそのままの流れでどん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 広がっていくと、一緒にやれるように進めていくことと、共にやっていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。どうも。